こちらへどうぞ。熱狂的な進歩はいい結果を生まない、それだけは確かに。隊長、報告しろ。第4ケイト騎兵団体がフルンゼベルク師団が全て改装しました。ムーヒス将軍は会議中は誰も入らぬようにと。バカ、制限なく相手すぐに報告しろ。すぐにレダニア軍がやってくる。陛下がお待ちです。今決断しなければ。話せ。シリは死んだ。なぜそんなことに。白騎士の予言だ。知っているだろう。シリはそれを止めたんだ。自らを犠牲にしてな。遺体はどこに。見つかるとは思えん。他に知る者は。エルフの賢者アバラック、どこにいるかはわからん。ユネファーは北方に残りたいと。誰も反対しないならな。すまい。貴様はどうする。もうお前には関係のないことだ。そうだな。シリラは何か言っていなかったか。何も言っていなかった。そうか。他に何もなければ。ある。だがもう言っていい。ウィッチャー、二度と顔を見せるな。二度とな。二馬車が動かないなら手を貸そうか。いや、いいよ。俺のじゃないんだ。奪ったというか、略奪金みたいなものだ。慌てて乗り捨てていったんだろうな。レダニアに取られるのは腹が立つから、俺たちがもらっとくのさ。時代が変わる。もう慣れっこさ。黒の軍団がいなくなったらウィッチハンターが来るだろう。だからこそ今を楽しまないとな。そうさ。さ、日が暮れる前に仕事に取り掛かるぞ。もう行かないと。頑張ってくれ。どこへ行くんだ。近くで宿屋を探すってとこか。ああ、その前に人と会うんだ。ニルフガードの野営地があった場所でな。では、さらばだ。マスターオルト。足止めでもされたか。遅いぞ。兵士たちが道を封鎖してるんだろう。関係ない。
持ってきたか。約束通り。40寸弱の刀身、軽量で使いやすく、銀メッキしたシデライトスチールの芯、剣全体と絵に象形文字とルーンを入れた。美しいな。もう30年仕事してる。俺の高級品を買えるのは最高の剣士だけさ。これよりいい武器を持つ、もしくは持っていたウィッチャーはいないと言っていい。評判は聞いている、マスターオールド。疑いはしない。名分は依頼通りだ。ジルエアエル、ツバメだ。伝統的なルーン文字だ。衣装は施さず簡素な彫りにした。試しても？お前のものだ。試したければ練習用の人形を出させよう。ほら、代金だ。依頼通り宝石だけだ。仕事を探してるならマリボーの森にストリガがいるぞ。だ、ありがとう。まずは宿屋に行くが、その後は決めてない。ウィッチャー、良き旅を。終わった？ああ。あの人はシンジだ。どうだろうな。コカトリスの分、それから新しい仕事があるの。報酬は少ないけど、やる価値はある。忙しそうだな。お前のだ。ウィッチャーの剣、ツバメ。うわ、綺麗。試していい？ここじゃダメだ。すぐに機械はできるさ。ウィッチャーだからな。早速試しに行きましょう。ラドビットは残酷で性急で異常なまでに野心的な男だった。しかし彼は間違いなく戦争の天才だった。敵を大幅に下回る兵力を持って南部からの侵略者をたやすく打ち負かしたのだ。レダニアのワシは北方全土にその羽を伸ばした。その中にはノビグラドも含まれた。ニルフガードに勝利したラドビットは今こそ魔女狩りを完遂すべき時だと考えた。ノビグラドで行われたようにレダニアに新たに解放された国テメリアやエイダーンでも家計が始まった。空気を改めるためと称して数知れぬ薬草医、祈祷師、癒して非人間族が異教徒とみなされて殺された。ラドビット王の下では多くの者が奴隷以上にその自由を制限された。少なくとも軍が勝利を続けている限りエムヒルの進化はおとなしく皇帝に従っていた。しかし度重なる敗北により皇帝への信頼が揺らいだ時、息を潜めていた反対派が牙を剥くことになった。舞い踊る白煙の火種は内乱というより大きな炎に飲み込まれ燃え尽きることとなった。大陸が戦火に包まれる中、セリスの聡明な統治によりスケリッジは繁栄を極めた。前任者とは違い、若き女王は他国の沿岸を略奪しなかった。彼女は民に目を向け内政に力を注いだ。
それによりスケリッジは栄えたが、その牙はかつてないほどにまで鈍くなってしまった。ニルフガードの玉座の後継者シリラ・フィオナ・エレン・リアノンはその座につくことなくウィッチャーとして生きることを決めた。ゲラルトは彼女に全ての知識と技を教え、その後互いに別の道を進んだ。間を置かずして灰色の髪の女ウィッチャーの噂がヤルーガ川からコビリの山まで広まるようになった。そしてゲラルトについてだが、まああいつは仕事を続けている。その日暮らしで絶えず仕事を受け、常に放浪している。いつももんなしだ。俺たちはたまに会って強い酒を飲み、昔を懐かしむ。あの時違った選択をしていれば、どんな未来が待っていただろうかと思い描きながら。